今年で66回目を迎える静岡まつりは、駿府城公園では会場内の人数が一定以上になれば入場制限をするなどの感染対策を取っています。今日の会場は日中もそれほど気温は上がらず曇り空となりましたが、訪れた人たちはステージでのパフォーマンスや満開を迎えた桜を楽しんでいました。野ばらけとかそういう遊びがあったからやってきました。いっぱい咲いてて綺麗でした。静岡まつりはあさってまで開かれていて、明日とあさっては3年ぶりとなる大御所花見行列が行われます。